こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、明日使えるレスマ必勝講座。でもお前、ネザーニュースのコメント欄にいそうだよな。最近急上昇してる必勝ワードです。ひろゆき好きそうとうまく使い分けましょう。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。コアホー初志小学生とんでもない声かけされる。埼玉県所沢市路上で小学生女児への声かけが発生しました。実行者の言動や状況は、後ろから抱きつき子供チャレンジ、とんでもないチャレンジするな。女児が大声を上げたため犯人は現場から逃走。女児に怪我はありませんでした。一体どんな人生歩んでたらこんなワードを思いつくんでしょうね。ごきげんよう。子供チャレンジといえば2012年にラムリンがリストラとなったが、その後任について知っているだろうか。その子こそ桃山ニャッキー。水泳以外のスポーツが得意で元気な子だ。驚くなかれ、なんとこの子女の子である。チャレンジしているのは子供だけじゃない。以上、獣赤面だ。失礼する。ネット民の反応は、キモすぎわろた。女児に抱きついて一番キモいこと言ったやつが優勝選手権、逮捕チャレンジ等の意見がありました。ごめんゆかりさん、少し席を外したね。テレ東の番組を録画し忘れたの思い出してさ。静岡にテレ東は映らないはずだが。ところでさっき獣赤面いたけど、獣赤面一体何者なんだ。どんな他県ディスリ系ボイスロイドなんでしょう。謎は深まるばかりだな。あ、ここで緊急お速報です。2022年7月24日、東京葛飾区4丁目で不審者が発生しました。実行者の言動や状況。遊んでいた女児にスマートフォンを向け声をかけた。何、聞こえない。撮ってない、撮ってない。撮ってもこのスマホの中に大事に撮っておくから大丈夫。何が大丈夫なんですか？あ、また緊急お速報です。2022年7月11日、兵庫県川西市4丁目で、初志小学生への声かけが発生しました。実行者の言動や状況。通行中の女児に声をかけた。おっちゃんどんな人に見える？おっちゃん女の子になってスクール水着を着てみたいねん。唐突な告白だが実際着てないからセーフ。その後、兵庫県警はこの男性に警告を行い、事件は解決したようです。視聴者の皆様、不審者にはくれぐれもご注意ください。でもこの動画の男性視聴者は不審者の側だよね。外出時アルミホイルかっこトップバリューは深をかぶってる人にだけは言われたくないと思います。それでは最後に謎かけを。声かけ事案とかけまして、苦の段と解きます。その心は？どちらも急にかけます。ご視聴ありがとうございました。